Hello， 各位大朋友、小朋友，大家好，我是玉峰叔叔，欢迎收看今天的《暗影四章》主线剧情时间。我是玉峰叔叔，我是艾莎。那我们今天就是要来破最新的《暗影四章》主线剧情《暗黑世界篇》，接续了上一次就是《命运反叛篇》的最终章啊。应该大家都看过了吧？应该有点小剧透没关系吧？最终亚里莎成功的被。艾希莲的领克，他们合而为一了，算了，不要提透露太多。那到底之后的世界啊，会发生什么事？还是会再一次轮回那个勒比卢的世界，再一次轮回？我们就进去我们的第十二章，这是第十二大章吗？哦，已经第十二大章了，好强哦！暗黑世界篇，哥哥。对，然后等等的途中的话，就不要剧透，因为我都是还没有玩过的。哇，这是我们的全新的。主战者是雪花，超可爱的。你对他觉得他有什么样给你的感想？我是觉得他为什么是精灵啊？就因为拿个弓吗？跟亚里莎一样拿个弓，精灵就是主角，你知道吗？我觉得我比较好奇的地方，你知道是什么吗？就是他的耳朵拨开之后，他这边还有耳朵吗？没有，人家就狐狸还有耳朵，人家说不定还有四个耳朵啊，然后上面是天线啊，或者是装饰品之类的，蛮有可能的。然后这一次啊，依然又是给四个，等于说我们可以看到同样就是风格，这种很纯正日系风格的角色，然后会有四个主线，然后进去看。而且啊，听说这一次啊，雪华是跟九尾狐有关系，但是之前啊，极昼之间曾经有出现过，有一个风格跟他很像的，跟雪华很像，就叫做那个巨大妖狐银雪。我不知道他有没有可能突然间。跑到了主线，突然间那个故事又都连在一起了。那这样的话，我觉得哇，好强哦！那会不会之后的每一个主战者啊，都会遇到一个极昼之间的那个一个绝节？也不是绝节，一个斗节。那我们就进去哦。我比较好奇，他还是亚里莎的故事吗？还是会变成别的角色？我们就看上去就知道了。这边是一片的白蒙蒙，都是雾第一章来自黑暗世界，决斗与烟消的世界，勒比鲁在诸多悲剧下落幕后，上演了另一则故事。哦，所以结束了。漆黑及鲜血世界的暗黑世界，威尔萨是片充满利爪与獠牙的争斗大地。哦，那就是换一个世界了。哇哦！来，我们看一下，通常第一章就是序章会介绍。一面に広がる漆黒の呪い。大いなる巡りは大いなる神に彩られ、立ち込める暗闇。他们正好讲这种很像文言的东西。終わりなき血煙。就是我要介绍那个世界。由暗黑之王所创造。爪と牙と闘争の世界。这个充满利爪、獠牙与争斗的世界。ここに座する暗黒の王は。哦，所以原本的暗黑之王是已经睡着了。哦，就是要抢王位的人。我之后主战者遇到了动画主角前面，应该不会吧？哦，这个世界全部都是非人呢，龙族、怨灵、妖狐，都是那种血鬼，都是暗夜中的那种怪。难道是游鼠的故事？啊，对啊，好适合、哦。有鼠要抢王位，最终登上王位的将会是谁？等于说我们看到了妖火吧？那等等，我觉得主线剧情中啊，最后三个应该一定有狼哦，一定有狼。啊、然后怨灵应该不会出来，怨灵看起来弱弱的，然后打完就会消失了。然后剩下的那前面两个是什么？一定会有吸血鬼跟一个龙人、啊，我觉得就是这几位啊。狼人、西斯、怨灵把他剔除。应该那个四个就是这四个种族，我猜的。哇！哇、哦，帅哦！这是什么？啊、这个真的、欸，哎、欸，真的血鬼、欸。啊，对啊。哎、欸，真的是龙人哎、欸！我一个预测成功。这个比罗文还帅多了。真的有点帅，很像是不同游戏出来的。嗯，画风重。嗯。哦。这个没有反应是怨灵吧？嗯，吸血鬼、狼人、龙人啊，刚是龙人啊，他应该不是狼人啊，不是，妖狐有了吗？怨灵啊，应该龙人，应该不像狼啊。狼人跟
就妖狐是雪吧？不要相信怨念。啊，妖狐是雪。妖狐。嗯。唯一无二的知るべは言葉。所以其实有五个都有主线，那有一个主线玩不到。自由を見据えて。可能一开始就重なる運命は遠く。刻まれた宿命は重く。没有狼人呢。そう。所以狼人不见了。对。無駄だよ。引き裂けやしない。何をしてるんだよ。お前たちは。雪花的声音吗？有点神奇。弱い、脆い、話にならない。どうしてそんなざまでたどり着いてしまったんだ？没有，他有点像是很熟悉的声音。この体にはうんざりしてるってのに、資格を見せろと言っているの。好像是。那个谁声线好耳熟哦。これが暗黒の王。勝手に呼んでくれるなよ。私はそんなものじゃない。私は大いなる神だ。他已经成神了，亚历山已经真的第一上成神了。不是，他。そして。他有换个声音吗？お前たちは狂いだ。他换个声音了。没有，他应该是把声线压低吧。神に捧げられし。没有换声音。雲つの自覚。同一个声优。モテないなら、他是艾希莲德领杀。闇に飲まれて消えて果てろ。我觉得这个比较帅，这样的亚历莎比较。那他都没有戴墨镜，不合格。手を伸ばせども、運命には遠く。等于说，暗黑之丸就是艾希莲的领杀，然后大家来讨伐艾希莲的领杀。那你可能，那这是几年后啊？现在其他的主角群呢？没有，现在就是还是亚历山大在那里。那这样亚历山没来救，好可怜啊！边缘亚历山，他被支配了无数年。只不过我觉得这个黑舵版的亚历山还蛮帅的，我可以支持这个当主角。不要再那个相信我绝杰了，我不需要相信我绝杰了。哦。我们来看一下，有人说这个地图就是被蓝蓝灰灰城镇区，都是城堡吗？然后这是对啊，长得一样。哎，这边还有个桥哎，哎，真的哦，这个桥一样，这个钟楼掉了，所以就是这个世界。然后这边有贫民区，不是啊，这边有那个一个村镇，对啊，一样是啊，对啊，然后这个也一样，然后这边是燕郊大地，哦，那就是不知道多久年后战争完了，可恶，会讲到游书的过去哦，哎，可是他们全部都变成一种日式建筑的感觉啊。第二章，差劲且糟糕，怪物们争斗不止的世界，威尔萨。一名九尾少女雪花不断地从想吞噬自己的怪物们手中逃离。哦，她被威胁了。因为我刚刚听到的声音很低，我觉得应该不是她，应该会蛮可爱的，我猜的。也是蛮可爱的声音的。嫌だ。你看。哦，好。お願い。お願い。殺さないで。ひどい。ひどい。どうして？ひどい。为什么听起来那么像露娜的台词？私を食べないで。哦，好可爱啊！他学那个赶上潮流了啊！哈，何なんだよこの夢？いつも等等，你裤子穿那么短，难怪会冷。母様、早く会いたいよ。他找母亲哎，反正超可爱的。いつも夢を見る。具体的にどういうものかってわからないんだけど。黒い雲みたいな。跪求同人图。怖くて悲しくて、体の震えが止まらなくって、最後に目の前が真っ赤になって、最低の夢、最悪の夢。でも見るのもしょうがないと思う。だってこの世は最低最悪だ。嘘つきばっかり。え、不过原本从乐比鲁然后变成妖狐跟狼人也是很奇妙。不是，我觉得和这个世界还是一样糟糕啊，大家都讨厌。哦，对啊。いないよな。那个艾希莲的领餐到底活多久？おいおい、その話ってマジかよ。ああ、間違いない。哇，哎，真超日系的。
何でも記憶がないとかでさ。え、拿刀的家伙。应该 是其他主角去吧？对啊，我猜的。怎么感觉像艾丽卡？没有吧？艾丽卡会出现吗？この道が通れないとなると、应该是那个吧？母様、せっか、早くこちらへ。空腹で。这是陷阱吗？私は。母様、せっかはここです。为什么这个母亲的声音听起来会叫出血缘魔兽？せっか。誰にも見つかってはいけません。早くこちらへ。私はずっと。母様。啊，你大好可爱啊，好大哥！行かなくちゃ。母様が待ってる。可能是有那种妖狐间的心电感应。最低で最悪の世界。ここにいるのは恐ろしい奴らばっかりだ。乱暴なあやかし、獰猛なドラゴニュート、残忍な人狼。对，他不是死灵，对，他职业不是死灵，他是精灵。人間争い合って。自分の種族が一番だって証明したがってる。哦，玫瑰红货的 CV。一番になれば、この世界を作ったやつ、暗黒の王を倒して、世界を支配。大家都想要干掉暗黑之王，但是暗黑之王真的太夸张，那个能力，你爱他都不行，都不行成功。世界を支配できるなんて、そんなの嘘だ。だって一番強いのは、母様なんだから。爱精灵的领杀是不是又要换身体了？时间不知道有没有久到，就是他需要再换下一个身体。啊，那雅雨莎怎么办？就掰啊！我那个睡到呢。嗯，爸爸，何言ってるんだ？母様の方がずっとお腹空いてるんだ。新的身体雪花。急がなきゃ。等等，那个不要这样了。那个爱情节的领克怎么越换越猛？そんなところで何やってんだ？ここらは物騒だぜ。さっさと離れた方が。哎，感觉天狗像是警卫队之类的。哇哦！他的背景就是刚刚你点的那个。もしかして、キュービか？やべえ、他の奴らに知らせねえと。这是天狗的地盘喽。完了完了，被发现，要被发现了。母様が、母様が目覚めたら、お前たちなんかすぐなんだからな。暗黒の王だって、母様が倒すんだ。他觉得他妈妈很强哎。だから。お腹が空いたって、セッカは大丈夫です。だから母様、待っていてください。昔々、ずっと昔は、ウェルサはこんな最低最悪じゃなかった。キュービの狐、母様がいたからだ。母様は誰よりも強く、誰よりも美しかった。母様はひどい目にあって、体が弱ってしまった。私も襲われた。襲われたんだと思う。絶対そうだ。あまり覚えてないけど。だから私と母様は離れ離れになっちゃって。母様の場所がわからなくなっちゃって。みんな私を探してる。母様にそうしたみたいに。私から力を奪うつもりなんだ。怖い。怖くて寂しい。如果在路上看到那么可爱的。妖狐，ずっと一人でたまに涙が出てくる。跟他合照一张。哦。我想说，哎，这个 cosplay 演的真像啊。非常好。然后说，让我摸摸看你的尾巴跟狐耳。行かなくちゃいけない。母様のところへ。大丈夫。大丈夫なんだ。母様に会えばきっと全部母様が何とかしてくれる。セッカが必ず母様を目覚めさせます。そしたら、セッカのこと抱きしめてくださいね。昏倒哎，那怎么发出？他妈妈用心电感应。心电感应。对。母亲大人。第三章，母亲大人，依靠着呼唤自己的声音，雪皇赶往母亲九尾狐的身边。哇，这个有点短。哎、欸，要打了、欸！哇、啊，好可爱！你看，哎、欸，那什么牌组你有用过吗？どいつもこいつも嫌いだ。せっか、母様、せっ
か。私はここです。わかります。でもぼんやりとしか感じられなくて、母様、どこにいらっしゃるのですか。みんな。私の元に来ている。人都死了吧？对啊，他妈是怨灵吧？みんな、私と母様以外にもキュービの狐が。我知道，就是一到八尾，对不对？あなたが来れば満ちるでしょう。一尾、二尾、三尾、四尾、八尾，就是要吃它。みんな、母様、初めてそう言った。空っぽのお腹の中を温かい何かが広がっていく。みんな、他印象中只有他们相依为命。そうか、そうなんだ。兄様なのかな、姉様なのかな、それとも私より年下。他已经开始在幻想他的有家族了。父様、父様だっているはずだ。真的有。どんな家族なんだろう。兄様と姉様は優しいといいな。一緒にお昼寝したり、たくさん遊んだりしたい。我想要当他哥哥，我要转身成为妖狐。拍谁？人家想要妹妹，不想要哥哥。那我要变成妹妹。後ろをついてくるの。每天都叫他姐姐。父様はきっとすごく強くて立派な方だ。等等，他脑补太多东西了吧？世界は最低最悪だけど、でもこれからはそうじゃなくなるかもしれない。他们都是有、那個，他还有画那个、欸、眼妆，红红的。嗯，他小起来蛮可爱。きっとみんな心配してる。せっかまだかなって思ってる。ごめんなさい。せっかは少しだけ。同学反映这个人不是妈妈有问题，就是这个人的头脑有问题。だってせっかは何も覚えていないんです。我是有需要几条尾巴哟，好像。なんでだろう。自分がどうしてここにいるのかもよくわからないんです。きっとあいつらが私たちを襲って私にひどいことをしたんだと思います。せっかは愚かです。ごめんなさい。でもわかってます。私は母様に会う。这种笨一点的，それが私の使命なんです。その使命を果たすことができたら家族みんなでご飯を食べましょう。だから大丈夫です。母様、せっかは必ず。真的是自言自语讲一掌别人，有够厉害。之前谁也是这样讲。哦，狼人是月月受派的站出来。我懂了，我懂了。因为狼人没有脸，所以不能当主线剧情的角色，都是狼的样子。狼人很帅啊。魔力的匂いだ。你看这个大鸡鸡。你看你看得出来这个是女的？哦，好看的。有有有有。还有差异。誰が信じるか。私の魔力因为这个倒三角形的、欸、太强了吧！你竟然我的魔力，我想要补魔了。ギド様が暗黒の王を倒し、このウェルサを支配するためには、あんたの力が必要なのさ。キュービのジョーちゃん。私はキュービのジョーちゃんじゃない。母様は私をセッカって呼ぶんだ。ああ、それが。お前たちなんか嫌いだ。老公，好花哦。对啊，就是樱花。母様を追いやったのはお前らだ。梅花、梅花。私の家族を傷つけたのだってお前らなんだろう。はあ、家族？お前にそんなもん。私はお前たちなんかに負けない。你怎么还在妄想？你明明就没有任何的家人。可恶！やるってのかい。可恶！遇到疯子，这年头还遇到疯子，神经病。我承认。私は母様に会うんだ。哎，二对一耶。みんなに会うんだ。不公平耶。だから。不会不会，等等很公平，我们要排队打牌。等等，先跟一个人打。快说话！哎、欸，新的哦，新的地图。男人。哎、欸，打的是妹子。打女的，女生。邪魔するな！狩りのしたくなる。快说话！好好说话。为什么被惹被打？你可以开门。爪と牙。哎，对面不会动，我们赢了。对啊。なんだお前。哦哦，有点凶啊，有点凶。哇哇，那个眼睛。悪かった。他做的还不错哎、欸。这个已经稳当主战者了吧？你跟我讲说之后还要投票。
这耳朵会动哎、欸，仔细看的耳朵会抖一下抖一下。你看，你看，哇，哇，なかなかだな。哇哦，可爱。嘘だ。可爱。どうすれば？经费都放在上面了。快出牌！他自己越打越远。沙美说：“通行证买起，会买。”啊，表单可能要等一下。你会不会输啊？你看对面，我觉得他有点强，真的，我觉得我很想要输了。嗯。瑞瑞也喜欢他的声音。ついてこい。三番。私が。好可怜。いただきます。你的弹好弱、哦。我已经要爆炸了、欸。他说对面出的都是狼哎、欸。对啊，三番只会打狼哎、欸。好，好酷啊、哦。ガイドヤス。漆黒的是你，我真的要母汤啊！敲母汤，这是什么？这是什么牌子？我的猫猫呢？Search。你要爆牌！三把可可罗。お導きいたします。それ。好嘞！リベルテ、ゲーは得意です。リベルテ、ゲーは得意です。利贝尔提都出现了。ガイド役、失格です。有了，雅思提可以吗？我们家的猫娘出现了，我们就是要给他看我们家的猫娘。但是这边不是啊，但你要 search 这样。一定会爆牌。頑張ります。呀！甘く見るなよ。哇！尾巴，有尾巴阿哥。呀！引っかきます。要毁吗？毁那只猫就要出去了。为什么要毁？什么意思？他有跟对方展示猫吗？来看看猫猫，有对方会看到我那只可爱的猫。可是我没看到你怎么展示猫。那必须对方有那只猫，我当然看到。他搞哎，搞！我们是快乐猫猫牌组。啊，我们直接贴好了，不管。可以贴哎，下回。下回战情，等等，我想想啊。我只知道过。哦。嗯哼哼哼，嗯哼哼哼哼，好难哦。不管了。你的场上都是猫猫。燃え尽きろ！三啊！お役に立ちます。引っ掻きます。哇，好多喵！喵喵，那你看看我可爱的猫猫。できること何でもする。这该不会是一种 OTK 吧？哎，对啊，你怎么知道？隠れたって無駄。没有贴错，他只是要过吧。搞！ごめんなさい。不，他好凶。你直接出墓地的本体。欸，我给你这个、欸，二神，然后可以打一只猫。啊，先不要。焼き焦がす。烧的焦黑。Thank you。然后可以补血。引っかきます。猫有点强。てめえ、覚えてろよ。お任せください。光のご加護。这个牌超多的。熟考せよ。真就可以亚杀七了。カワキシラズの牧場だ。也是。他
到底毛破り、つけぶり、高ぶるわ。他随机讲。哎、欸，他为什么出熊了？谁跟我说他只会出狼？哎、欸，为什么？为什么？为什么我们之中多了一只白熊？我们之中多了一只白熊，刚才怪怪。花生神奇，雅思奇，可是会卡场。对，真的会卡场。啊、不要吧，你干脆出这个本体算了。卡了，卡了。雅思奇，克隆蒂亚萨。卡起来，卡起来！不是啊，你这样没有东西起啊。我没有猫可以起啊。不是啊，可是你再变一个就卡了。嗯。你再变一只车你就卡。嗯。你要先骑走。骑只这个。頑張ります。呀。ツタは寄られて。哎，我真会。还是卡。就说会卡吧。不管。那我们都这样吗？好了好了，可以了。甘く見るなよ。シェイクハンブラタニティ。マラスだよ。引っかきます。Yeah! 你好凶啊！他耳朵还在动哎。哼，弱すぎ。耶！好，他好开心啊。おとなしくしやがれよ。惑わせ、狐火、一気。哎呦，他有台词。他的招，扑火一击。哎、欸，他不是跟这只打吗？结果他攻击那一只。不行，会被女权攻击。所以我们在打男的。没有打，没有。おとなしくしてろって言ってんだろうが。おとなしくしたら、お前たちにいいようにされるだけだ。はあ？そんなの当たり前だろうが。それがお前の運命なんだからよ。あんたはね、そのために存在してるんだよ。人のことを道具みたいに。だからお前たちなんか嫌いだ。最低最悪だ。道具だろうかよ。おい。お前なんてな。キュービの狐でも低下。明言就是的。うるさい。ふざけるな。私は。还是因为九尾狐都是神经病。私には母様もいるんだ。兄様も姉様も妹も父様も他のみんなもいるんだ。那两个男人一定一脸问号。嗯？在说什么？他讲了一堆话。一人じゃないんだ。お前たちの言うことなんか聞くもんか。好了。二连死。くそ、こんなことしてる場合じゃないのに。我发现他们科技退步来，原本不是还有枪吗？然后现在变成弓。没有啊，现在又不是人，现在是兽类。せっか。言ったはずですよ。みだりに争ってはならない。被骂了。その力は大切なもの。哦，他有限制。消耗しては。なりませんよ。ごめんなさい。ごめんなさい。可能用他的月力量，他会变回九尾狐。もうすぐです。对啊，为什么现在都没有拿回拿下帽子？哎，待っています。应该是不想被别人看出来他有耳朵吧？早く。对啊。猫娘和狐娘就有这种烦恼，然后尾巴也要藏起来。没有啊，没有。好。只好藏起来了。急ぎます。もう少しです。私。私ずっと寂しかった、怖かった。等等等等，为什么突然间又被围住了？でも他在回忆。もうそれも終わりなんですよね。母様。对啊，新角色。せっかが今行きますからね。嗯，起来嘞。哎，おい，你给他最后一击。立てるか。嗯。啊。心配いらないよ。キュービの力、一尾とはいえ、舐めてかかっちゃまずいようだな。もしかしたら一本ってわけでもないのかもね。とはいえ、力を使いこなしてるわけじゃなさそうだ。あれならどうにでもなる。然后才变一条尾巴。然后再重新累积。だがその前に、ギドさんに報告を。然后就有一条。キュービの狐が十年一条，还是百年一条？俺たちだけじゃかなわない。所以尾巴越多，它就是岁数的那个。印象中。
次は必ず捕まえる。如果喜欢我的影片的话，不妨点下订阅关注我，才不会错过最新的影片资讯哦。我是玉峰叔叔，我们下回见哦，拜拜。